北見勝る中は、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての武将、旗本。武蔵江戸市23代、北見市初代当主。武蔵江戸市は、官武兵士の平正常を創とする、秩父市の所流。その23代当主、勝忠氏が江戸に入府した、徳川家康の旗本となり、武蔵区に北見村五百国を安堵された際、北見に改正した。勝忠氏は、 欧州キラ氏の家臣として、小学坊を、ついでご法上氏に属し、天正十八年の小田原聖伐では、ご法上氏と共に、小田原城に牢城した。その後、江戸に入府した徳川家康の家臣となり、改正した際に名も勝重に改めたとされる。野戸正美の乱では、岩下区まで出征し、関ヶ原の戦い、大阪の陣に従軍した功績から源那二年に、 大見国軍隊となり、五百国を数用された。その後、摂津軍隊に任じられ、元那四年には堺奉行に部任され、摂津、河内、泉の奉行を兼任する。また、御用税員の総霊を務めるなどの功績を挙げたことから、元那七年に千国を数用され、計二千国となる。かつただしが、堺奉行に報じてから十年の間、牢獄に訴訟を起こしたものはなく、 町には肝心もなく、市民前世を謳歌したとされる。江戸幕府二大将軍、徳川秀忠は、南州寺遺木に際し、籠を、勝忠氏の屋敷に曲げられ、勝忠氏は茶を剣じてこそで及び黄金をお歌しされたと、される。寛永四年十二月二十六日、堺奉行在職中に病死。去年六十。家督は、次男の和常が継いだ。この時、 二千国の所領は千国を数つね、残る千国を三男の主家勝が継いだ。孫の重政は二万国の不大大名となって、北見藩を律藩、北見家は、大名家となった。資料総連第十二編の九百十六、百六十四ページ、AB、完成重修諸家府、第二本資料第十二編の三十十七ページ、第二本資料第十二編の四十二ページ。 ありがとうございます。